はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回はチューハイですね。札幌のチューハイの49の、クリアレモン味。アルコール度数 9%、高純度ウォッカ使用、果汁が 0.3%、原材料が、ウォッカとレモンと糖類と炭酸と酸味料と香料。ちなみに高純度ウォッカというのはエタノール以外の有機物割合が 0.01% 未満のウォッカを使用と書いてあります。高純度ウォッカって何使ったんだろう、あれスピリタスでも使ったんかな、スピリタスでも使ったのかね、あの、アルコール度数96度のね、ウォッカ。あれ使ったのかな、よくわかんない。高純度ウォッカを使用って書いてあるけど、よくわかんないですね。まあ、ぶっちゃけ多分俺の下には多分そんなこと1ミリもわかんないと思うんですけどね。はい。それじゃあ、乾杯。ほんのり甘い。あの、砂糖入ってる。糖類が入ってるんで、あの、ほんのり甘い。で、レモンなんでちょっと酸っぱい。レモンの酸味が若干ある。で、これでもし糖類が入ってなかったら本当に多分、まずいって多分言っていたと思います。あ、これ普通にあれですね。美味しい。いけるいける。美味しい。これアルコール度数 9% でしょ。ちょっとあの、なんていうかな。なんていうんだろう。いや、すっきりしてるんだけど、なんか味も素っ気もねえみたいな感じはあるよね。ちょっとやっぱり、レモンのパンチが弱いっていうのと、で、甘さが実に少ないので、まあそんな感じ。なんか、あの、無機質な味わいではあるんだけど、まあちゃんとレモンの酸味もあるし、まあ悪くはないですね。ちなみにこれのクリアドライ味とグレープフルーツ味っていうのがあるんですけど、多分クリアドライの方はおそらくまずいんではないかと俺は思ってるんです。なぜなら、あの、多分糖類が入ってないんですよね。おそらく。ちなみにグレープフルーツ味が、11月の13日発売みたいですね。かなり、あの、甘みがほとんどないんだけど、やっぱり、ないやつに比べたら明らかにちょっと甘いっていう。レモンの酸味がキリッと引き締まったクリアな味わいだから飲み飽きない。まあでも、アルコール度数 9% のチューハイでいけばそこそこ美味しいんじゃねえか。だって今までアルコール度数 9% でさ、うまかったさ、チューハイってさ、ある？宝酒造の、あれか、宝酒造ぐらいだよね。
宝酒造のあれは、なんだ。9% でしょ。宝の樽熟成焼酎ハイボールでこれの何パーセントだっけ、これ。これアルコール度数 7% だよね。濃いめとかもあったよね。宝酒造のあの焼酎ハイボールの濃いめとかあったよね。あ、濃いめレモン。これはかなわねえな。やっぱでも、やっぱりこの、焼酎ハイボールの、濃いめのレモンに比べたら、こっちは劣るとは思います。うん。あれは本当に美味しいんで、うん。ちょっとかなわない。この程度ではかなわないけど。まあ、それに比べたら、まあ、現状 9% で、ね、まあ、美味しく飲めるっていうレベルでいくと、中杯だとこれぐらいしか、うん、まあ、これ結構美味しいとは思います。うん。ただ、どうしても甘みが少ないので、どうしてもドライな味わいが、浮き出てしまって、なんていうか、無機質な、ドライっていうよりはもう無機質な味わいだよね。どうしてもこの、甘くないってなると、すげえ無機質な味わいになって、喉越しとか、喉越しっていうよりはなんか、飲みやすさとかがやっぱり、減っちゃうんだよね。飲みにくくなっちゃうんですよ。だから、これ若干ちょっと飲みにくさはあるんだよね。うん、まあでもちょっとそんなに美味しいかって言われると、怪しいけどね。まあでも、9% のアルコールの酎ハイに比べればまあ、それにしては割と美味しいんじゃないですか。そんなに、ウォッカの味わいも特にないし、酒のアルコールの臭さっていうのもほとんどないんで、うん、そうですね。まあ個人的に言わせるともうちょっと甘み欲しかったなーって。うん、糖類の甘みがちょっと少なすぎるかなと思います。まあでも、うん。まあドライ感をやっぱ出したかったんだろうね。俺はね。まあサントリーのストロングゼロシリーズよかははるかに甘味料が入ってないんだよ。はるかに美味しい。はるかに美味しいとは思うけど、ただ、まあ、今後も買う価値はあるかって言われると、多分そんなにないとは思います。だって別にアルコール度数 9% じゃなくてもいいんですよ、俺は。俺の感覚だと、うまければ別にアルコール度数 5% ぐらいでも全然いいんだよ。まあだから、アルコール度数 5% とか 7% ぐらいの、焼酎ハイボールのレモンとかが一番やっぱり、ね、美味しいんで。どうしてもこう、うん、感じはあるけど。まあでも、ぶっちゃけ49とかって言ってるけど、で、ウォッカは、所詮ウォッカなんで、別に、99.99% のその、濃度がどうたらこうたらって言うけど、ね、エタノール以外の有機物割合が 0.01% 未満って書いてあるけど、エタノール以外の、ウォッカって、エタノール以外の有機物ってあるの？逆に。まあだから、別に高純度のウォッカだから美味しいとか、
あの、アルコールのパターン、その、味のさ、ね、もうぶっちゃけた話、そんなに変わんないんですよ。ウォッカーってスピリタスとか、ね、あれって結局ほら、同じさ、アルコール度数 40% ぐらいまでさ、水で薄めたらさ、対して、じゃあどれがスピリタスの、ね、やつか当ててくださいって言っても多分わかんねえんだって。わかんねえんだよ。だから、まあ、そこまで価値があるかって言われると多分あんまりない。ちょっとドライすぎるかなっていう感じはあるんで、ドライすぎるかなって。うん。ちょっとドライすぎるんじゃないって。もうちょっとやっぱ個人的には、砂糖入れてほしかったかなと。2223です。ご視聴ありがとうございました。